いや、大丈夫ですか。はい。本日は、こちら町田の木雪楽器さんに、新曲「涙とは」のキャンペーンに参らさせていただきました。昨日はですね、相模大野のグリーンホールさんで、歌わせていただいたんですけども、そちらの握手会でも「明日の鈴木楽器さん行くからね」ってお話ししてくださいました。皆さんがたくさんいらっしゃいまして、本当に来てくださるのかなって大体皆さんの顔覚えてたんですけど、大体皆さん嘘つきじゃなかったみたいで本当に嬉しいです。皆様に今日はですね、いっぱい小桜の花を見ていただけるように一生懸命歌わせていただきます。皆様どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。